はい、タヤバームクーヘンです。ただいまですね、1月の28日の竹の塚駅のですね、踏切のところに一度来ております。これですね、一応今度スケジュールが決まりまして、今度の一応ですね、3月の19日、20日ですねに、一応予定ではですね、ちょっとですね、もう高架化完了する予定らしいんですけども、その時ですね、終日ですね、各駅停車はですね、終日運休ですね。この竹の塚とかですね、そこら辺の通りは運休になりまして、で、もうちょっとしたですね、普通の準急とかですね、特急はもう高架化している状況なので、まあ、普通にですね、もう乗れる、普通にですね、通ってるらしいんですけども、北千住、西新井、あとはあそこのですね、草加って感じで行けるんですけども、この今走っているですね、この竹の塚行きとかですね、そのものはですね、もう、その3月のですね、19とかそういうのはですね、もう使えないみたいですね。今、1月の28日ですから、あと2ヶ月ですね、あと2ヶ月で一応終了する予定にはなっております。で、ちょっと今日はですね、ちょっと休みなんでちょっと来ましたけども、今こっちのですね、上の方の駅舎ですね、上の高架化の部分ができてきてますけども、もうちょいで完成するんですかね。今見てみると木のですね、感じでですね、なんかいろいろ作ってます。あとまあ2ヶ月ぐらいで完成ですから、まだしばらくかかると思います。もうちょいかかると思いますけども、まあ、今、中目黒駅、これは、日比谷線直通中目黒駅ですね、通過してきました。はい、こんな感じですね、今通過しましたけども、お待たせいたしました。そしたらちょっと行きたいと思います。はい、行きましょう。で、こんな感じで今工事中です。で、行きましょう。こんな感じでですね、もうちょいで完成するとは思いますけども、こんな感じで進んでますね。ちょっとそっちの方にぐるっと行きましょう。立体交差事業ですね。こんな感じで、まあもうちょいですね、渋滞化は防げると思いますね。ちょっと一旦ですね、ちょっと一回切ります。はい、もう一回じゃあこっち行きますか。行きますかね。一応進捗を見る感じなんですけども、この踏切はですね、もうそう長くはないんですよ。あと2ヶ月でもう完全終了しちゃうので、本当に今これが見納めですね。この大踏切、本当に見納めの踏切でございます。まあこれは絶対ですね、普通に記念にしておきたいですね。で、そこに声優がありますね。まあ、今日はですね、1月の28日のですね、でございます。これで今またですね、各駅停車来ます。もうちょいしたらですね、一応終了したいと思いますけども、先ほど中目黒駅が行ったところなんですが、今これ来るのがおそらく回送ですかね、回送電車が来るんじゃないかなと考えられますけども、まあ、これ上りも下りも来ますね。今回ですね、上りも下りも来ます。
でこんな感じでですね、高架の工事は一生懸命ですね、もう急ピッチに進められて、もうちょいで終了するような感じですね。あとちょうど本当の丸2ヶ月もないですね、1ヶ月と20日ぐらいになりますけども、多分まあこれ日比谷線直通なんで、竹の塚行きとかがもう止まりがあるので、また回送でここに泊まったりとかですね、いろいろやっぱり普通の各駅停車だけであっても結構これ時間がかかるんでしょうね、おそらく。開けましたね、東武動物公園駅ですね、東武動物公園駅でございます。これはもうこの景色が見られるのはもう本当にもう残りわずかですからね。でこれは今ちょっと今回はですね、ちょっとあと1ヶ月ちょいなんでちょっと見に来ましたけども、でもあっちの方の、電車がこっちの上り電車がもうちょっとで来るとは思うんですけども、上り電車がなかなか出発しないですね。あ、ようやくここで出発しましたね。なかなか時間かかりますね。あ、来ました来ました、出発しました、動き出しました。これは何線かな、これ回送ですね、回送電車最後のですね、この踏切の雰囲気をちょっと見たいとは思いますけども、通過してきました。はい、通過しましたね。はい、で今ちょっと渡りましょう、このままですね、行きます。はい、行きます。でこっちの駅を見られるのがもうこっちも最後ですね、この駅舎見られるのが本当に最後に見えます。まあ皆さんですね、しっかり目に焼き移していただきたいと思います。こっちの平場のですね、駅舎は本当にもうちょいでもう見納めです。見納めのこのホームですね。はい、ではですね、1月の28日現在の今ですね、リアルタイムの、高架化事業ですね、そこにもう駅舎ができつつあります。どうもありがとうございました。